たちよ、行きます。どうぞ。さくら千代16歳、好きな人に告白したらサインました。ちょっと待って、いやファンタとは言ったけど、そうじゃなくて、その野崎君とずっと一緒にいたいっていうか、ずっと一緒にって、私何言ってるの、普通に好きはいいのに。覚えこって思われたらどうしよう。じゃあこれから俺の家来る？軽っ。お花畑だとか少女漫画だとかも何だってどうだっていい、そう今すぐ君に会いたい、君に会って確かめてみたい、世界の断り愛の定義、幸せのカテゴリー、まだまだ君も知りたい、こんなセリフからでもないけど、そんなにかっこつけダメみたい、君じゃなきゃダメみたい、野崎くん、こんなところに住んでるんだ。いや助かった、今誰も捕まらなくてさ。いつもは女の子連れ込み放題なの。わあ、これが野崎くんの部屋か。そういえば男の子の部屋に来たの初めてだな。男の子の部屋？うわ、思わず連れてきちゃったけど、やっぱり帰ろうかな。でもそしたら他の子が来るんだよね、そんなの。いや、どうぞ。じゃあそこベターよろしく。ん？黒く塗ってね。ここもよろしく。おう、うまいなさくら。そろそろ休憩にしないか。知らないで4時間ベタ塗ってたのか。
崎くんってすごい人だったんだな。月刊誌で一応連載している。サインまでちゃんとあるんだ。夢の、ああ夢の咲子か。この名前どこかで見たような。夢の咲子、夢の咲子、夢の、夢の咲子！夢の咲子、繊細な心理描写と華やかな画面で大人気の作家。好き。鈴木くん。野崎！逃げた！逃げた！ふざけんな！あんなのに近づけるなんてよっぽどに分野つくらいしか。乙女心を大切に描き、女の子の心の代弁者とも言われている。ずっと大切にするね。おい、下着透けてるから上着着た方がいいぞ。はぁ、なんでそうはっきり言うの。もっとデリカシーないわね。それ、今月号か。あ、うん。ああ、このインタビュー受けた時飲んだコーヒーが苦くてな。なんだっけ、エスプレッソ。高校生にエスプレッソって、そもそも初対面から失礼な人でな。俺を見て本当に野崎くんが夢の先生なんだ。若だと思っていましたって。若いから美少女のわけないだろうが。夢の先生。はい。夢の先生。はい。夢の先生。夢の先生。はい。学校で言われると変な気分だな。え、もしかしてみんな知らないの。そうだな、クラスのやつもほとんど知らないし。言ってもみんな信じてくれなかったからな。野崎くん、そのうちしつこいって怒られた。だよね。そうだ、昨日はありがとう。美術部は平気だったのか。え、私の部活知ってたの。ずっと目をつけていたからな。目ってあのはみ出しの少ないポスター描けるやつはいい仕事するだろうなぁと。技術目当て。やっぱりうまいなぁ、さくら。おかげで今度の締め切りは早めにあげられそうだ。そういえば野崎くん、たまにボロボロで学校に来ることがあったけど。おい野崎、大丈夫か。何があったんだ。ボロボロじゃないか。機嫌悪いな。あれって締め切りだったんだね。もしかして喧嘩、裏で不良やってるのかも、なんて思ったよ。首ばっかり狙われる不良か、怖いな。だが表は一般人、裏ではヤンキーというのはセオリーだな。うん、ネタになるな。あ、隠れてタバコ吸ったりお酒飲んだりするの。いや、少女漫画だからな。健全にタバコはチョコレート、お酒はジュースにしておこう。いや無理あるよ。漫画でも法律違反は怒られるんだ。そっか、大変なんだね。あ、これはあの伝統的ラブイベントの前振りですか、夢の先生。一緒に帰ってもいい。俺自転車だけど。え、何が。何って自転車だよ。後ろで感じる彼の体温、どこを持てばいいの。ドキドキして手が震えちゃう。それ今は道路交通法違反だから。ごめんなさい。二人乗りができない今、チャリ通のやつと一緒に帰る図ってのはこうだな。なんだか華やかさが足りないけど、しょうがないね。じゃあこうするか。最低、最低だよこの男。もしくはこう。あ、なんか馬っぽい。
少女漫画のお話考えるのっていろいろ大変なんだね。さくら、一緒に帰らないか。帰る帰る帰る。今日はチャリ通だから後ろに乗っけてやる。月刊少女野崎くん。月刊少女野崎くん。どういうこと？野崎くん、もしかして昨日私が羨ましがってたから無理して。どうしよう、緊張してきた。そもそも自転車の後ろってどうなるんだっけ。こうこう。あ、荷台がない場合もあるよね。その時はこれでいいんだっけ。あ、こんなことになるならもっと前もって練習しておけば。さくら。これなんだが、一緒に乗って貸せてくれ。四輪チャリです。二人乗り。どんな気分だ。ちょっとしたレジャー気分です。よし、次、右行くぞ。はい。次の角曲がるぞ。はい。恋とか生まれると思うか。なんかこう信頼感なら生まれそうです。そうか、後ろが恋じゃいけないんじゃないか。あ、なるほど。じゃあ何もしないで座ってみるよ。自分だけ何もしてない罪悪感半端ないよ。私にも焦がせて。じゃあせめて腰に手を回してドキドキだけでもやってみるか。とりあえず今日の経験を踏まえて書いてみたんだが、どう思う？よければ乗っていくか。だせえ。どうした、さくら。いや、なんかこうヒーローにモテ要素が感じられないというか。なるほど、モテ要素だな。先着3人だけ、俺の後ろに乗せてやるぜ。4人乗り。どいて、今日こそここに座るわ。ふざけないで、このサドルは私のものよ。君のために2番目のサドルはキープしておいたよ、特別さ。私の他にも何人も座ったんでしょ。そんなの嫌。ダメ、こんなわがまま言ったら嫌われちゃうのに。これ最終的にどうなるの。サドルが全部盗まれる。あ、でも結局雑誌の担当編集さんにふざけんなと却下されてこうなりました。先に帰っていいから。いや、クライシーを送っていくよ。それにこうして歩けば少しでも長く君といられるしね。このまま時が止まってしまえばいいのに。ああ、今回も面白かったな。夢の先生の恋しよう。チャリのシーンとかかっこよかったよね。ねえ、さくら。え、あ、うん、そうね。
野崎くん、乗ってかない？君の特等席だぜ。ヘイヘイヘイ野崎くん、気に入ったのか。でもなんだかんだで最終的にはロマンチックな漫画になっちゃうんだから、やっぱすごいな。本当はこのままずっとギュッとしていてほしいのに。これも野崎くんが考えてるんだよね。ダメ、どうして鈴木くんのことばっかり考えちゃうの。もう嫌い嫌い嫌い、私の心の中全部占領しちゃう鈴木くんなんて。嫌いだもん。これも野崎くんが。さくら、どうした。あ、ううん、野崎くんはなんで少女漫画描いてるの。まあ趣味だったからそのままノリで。そんなこと言ってるけど、この内容だもん。私だったら絶対描けない。やっぱり恋愛経験の差かな。まあ焦ることないんじゃないか。え、俺なんて初恋もまだだしな。本当なんで少女漫画描いてるの。だが恋愛相談には結構乗ってきた方だぞ。さくらは好きなやつとかいるのか。私は最初は背の高さと男らしい性格に惹かれて告白したんだけど気づいてもらえなくって、でもそのおかげで話す回数は増えたんだけど、便利屋くらいにしか思われてないような。そんなやつのどこがいいんだ。私このままでいいの。やべ、青木に怒られる。そうだ、私まだ自分の気持ち伝えてない。もう一回ちゃんと告白しよう。野崎くん、さくら、千代、頑張るのよ。二度目なんだからちゃんときちんと自分の思いを伝えないと。どうした？私、
わかったわかった。どうぞ。わーい。嬉しいな。二枚目のサインだ。わーい。わーい。私のバカ。さくら。ん？野崎くん。今日は御子柴も手伝いに来るから、男だけど大丈夫か？御子柴？どんな人？けなげで傷つきやすいデリケートなやつで、俺は心の中でミコリンと呼んでいる。ミコリン！癒し系なのかな？はよーす、野崎。なんだそのちっこいの。御子柴くんです。嘘つき。あ、夢の先生のコメントが載ってる。先日学校のお友達にサインをお願いされちゃいました。緊張して手が震えちゃったけど喜んでくれるといいな。これからもハートにキュンキュンで頑張るよ。次回ニューヒロインをよろしくね。見てね。